ミノオ車両区は岐阜県美濃加茂市にある東海旅客鉄道の車両基地である。同社東海鉄道事業本部の管轄。高山本線及びタ田線で運用される一般軽機動車が配置されている。基地への引き込み線は美濃太田駅を出てタ田線を少し多治見方向に進んだ地点から分岐している。以下は2021年4月1日現在の配置車両である。 キハ1 1系1 0 0番台、キハ4 8系5 5 0 0番台、民営化後まで配置されていた車両のみ、いずれも車席はない。オハフ4 6系、キハ5 8系、キハ8 2三1 0 3十1 6 5百3 8 1系など。3 8 1系、キハ181キハ5 8系2 0 2 0年6月。 現在の様子2000年に残っていた下回りから、浜松工場で復元され、保管、展示されていた。旧新両電車区 T8 編成。キハ180から1を除く、全車両が2013年2月から3月にかけて、浜松海行くへと陸送の後、解体された。イベント列車で運用されていた。旧新両電車区 P3 編成。旧新両電車区 T8 編成。 キハ28は、伊勢車両区、キロ28は、名古屋車両区にそれぞれ配置されていた。名古屋車両区に配置されていた。ありがとうございます。